まず心が折れ,、まあ、本当に折れそうになるときにはもうしょうがないからもう百あるうち九十九ダメでも一だけは前向いて生きていきたいっていうような気持ちはあの残しておいた方がいいねって言います、まあ、もう無理にですね、えー、やっぱりこの心の部分は神様仏様であっても皆さんの心をコントロールできないようにやはり自分の意思ですのでその 1>, 1でも持ち続けていると1がやがて2になり2が4になってどんどんとあの強くなってまいります。で今日より明日明日よりあさってというふうに向上心この向上心を持つことが、えー、大切だと思います。で成長には必ず痛みがどうしても伴うということです。 でもこれがしょうがないんだそして心の根っこの部分に自分の周りの人誰でもいいから一人の人を喜ばしたいというそういう人がいるといいかもしれませんね情熱というものは保ち続けることそして何歳になってもふとした瞬間に涙がにじむくらい清らかな純粋な志でもって人生に向き合ってそして 今日と向き合い、この瞬間を精一杯生きていっていただけたらと思います。